旧優生保護法下で障害者たちに強制的に不妊手術が繰り返されていた問題で被害者への反省とお詫びを明記し一時金320万円の支給を盛り込んだ強制不妊救済法案がきょうの参議院本会議で全会一致で可決され成立しました旧優生保護法をめぐっては1948年から1996年の間に 障害があるおよそ2万5千人に対し国が強制的に不妊手術や中絶手術を行ったことが分かっていて全国で被害者が国に損害賠償を求める訴訟を起こしていますそんな中、旧優生保護法の被害者を救済する強制不妊救済法が今日参議院本会議で全会一致で可決、成立しました救済法には 我々はそれぞれの立場において真摯に反省し心から深くお詫びするとし一時金320万円を支給するとしていますこれを受け県内の被害者たちが弁護団を通して胸の内を明らかにしました弁護団によりますと被害者たちは不妊手術を受けさせられて大切なものを奪われた320万円では納得できない 年老いた夫婦を支えてくれる子供がいない国は人権をないがしろにしていると不満を表しているということです文部省ですね文科省が、えー、学校教育で優生思想をもう徹底して、えー、教育してきた被害回復だけでなしにそのような被害を生む土壌を作ってきた そういういい社会を考えて変えてて変く。被害者と国には大きな隔たりがあり来月には仙台地裁で旧優生保護法をめぐって初めての判決が言い渡されます。